スマートベストは近畿車両が開発しているシリーズハイブリッド式機動車。ベストはバッテリーエンジンシナジーとレーンの略としている。大容量バッテリーを搭載し走行前に充電を行う。走行用電源やサービス電源は基本的に全てバッテリーから賄われる。減速時に回生ブレーキにより発電し、電力を自らのバッテリーに回収、補充する。 小型のディーゼルエンジン、発電機を搭載し、バッテリーが規定容量以上に放電した場合には、エンジン発電機による充電を行う。効率の良い発電と適切なパターンによる電力消費により、従来のディーゼルカーとの比較で1両あたりのエンジン出力を1、4程度まで低減が可能で、外部の電力インフラに頼ることなく、自己発電を行って必要な電力を確保する。 エネルギーの地産地消を実現している。実証型車両は DGBC2K と呼ばれ、DGBC2A と DGBC2 バイトの MT 比、1M1T の2両1編成で構成され、MC 車にバッテリーと電力変換装置が搭載され、TC 車にエンジン発電機と補助電源装置、空気圧縮機が搭載されている。営業路線での試験走行を前提とした装備を、 搭載しており、西日本旅客鉄道館内での試運転に対応できるよう、ATSP 及び ATSSW 装置を搭載している。車体や接客設備は225系近郊系電車をベースとしたステンレスが前からだ、片側3扉構成としている。窓ありが MC 車と TC 車で異なり、冷房装置も集約分散式と集中式と異なるタイプを搭載している。 バッテリーは GSUASA c o r p o r 製のリチウム4、充電チーム 30H-8A を搭載し、28.8V のモジュールを21モジュール直列接続し、高照電圧 605V としたものを4組、並列搭載しており、車両の加速サービス電源確保に、十分な容量を確保している。ディーゼルエンジン発電機は、機関出力 302kW、 発電機出力2 8 5キロワットで、おおむね機動車1両分の出力となっている。最高速度は、基本的に、時速7 0トルまでであり、タンク間なら、時速1 0 0トル対応となっている。2012年10月下旬から12月上旬にかけて、JR 西日本ごとを総合車両所を拠点とし、山陰本線、堺線、白尾線にて、夜間走行試験を行った。 設定されたパワーフロー制御の妥当性やバッテリー性能、燃料消費量の確認が行われた。2013年12月には四国旅客鉄道管内での走行試験のため高松運転所へ改装され、12月6日未明から高徳線で試運転が開始され、12月13日に同所でプレス発表された。2014年1月17日には鳴門線において、 徳島県内在住者を対象とした試乗会が行われた。当日の試乗会は好評だったため、1月28日の試乗会が徳島線で追加実施された。ハローキキワカ3号規制本線、串本キ姫館2014年2月10日付の JR 西日本のプレス発表で、同年9月14日から12月13日にかけて開催される、 和歌山デスティネーションキャンペーンで DGBC2 系が供出され室内を開発。6月16日にハローキティとのコラボレーションで外装、接客設備が改造され、快速、ハローキティ和歌3号として2014年9月13日から12月14日の土休日33日間、紀勢本線、串本新宮間を1日に往復運行されることが発表された。 2014年7月31日に近畿車両から出場、9月13日に営業運転を開始した。キャンペーン終了に合わせて営業運転を終了し、同年12月17日から18日にかけて近畿車両に返却された。2012年のメーカー発表時点では10年後の実用化をめどとしている。ありがとうございます。